皆さん出てきていただきましてですね、尺ないんじゃないの、はい、もうあの大丈夫、尺ない尺、まあ、はい、切りで今日はですね、高橋理恵さんにプレゼントをですねちょっとご用意させていただいて、あの座っていたところの前にですね立っていただきまして、はい、高橋佳林さんからまずですねお花をプレゼント、ありがとうございます、ありがとうございます。そして、まあ、紫をですねイメージしたお花をプレゼントしていただいておりまして、田中みな実さんにはこちら、待って待って、いきます、ドゥン、あメモの、はい、じゃあ、すいません、お信頼タペストリーですか、ありがとうございます、す、ね、まだレベル102なんですけどメモのことをすごく愛しています、はい、今日はですねもうお誕生日当日ということなので誕生日プレゼントをご用意させていただきました、すいません恐縮です、ありがとうございます高橋さんから、高橋理恵さんから一言ね、ちょっと言って